というわけで今日は新見市にやってきました。だいぶ山のね上、人里離れたこの山寺の千代って書いてます。協力金箱ちょっと入れてみましょう。ちょっとね今日はこちら歩いていきます。結構立派な建物ですね。早速アジサイが咲いてます。おお、なんかいい感じの雰囲気の池があります。ちょっと一礼して入ります。で、ここにね鐘があるんですけども、第二次大戦中にまあこの鉄不足だったということで一度出されたというか、まあそのね鉄を軍事兵器にするためにね出されたんですけども、まあ幸いなことに戻ってきたということですね、この鐘。でこのお寺一番の見どころがおそらくまあ今のシーズンアジサイでもあるんですけども、この白の鳥居が見てください、すごいですよね。じゃあちょっと早速ね、この鳥をくぐっていこうかなと思います。全部一つ一つね、お辞儀するのあれなんで、ちょっと一回省略、一回お辞儀して、はい、失礼します。真っ白。何かに導かれているような感じで、進んでいきます。そのサイドには、ね、アジサイが綺麗に咲いてます。今日はね本当に天気がいいので花もね美しく見えます。でこれ咲いてんのが花菖蒲かな、ちょっと間違ってたらごめんなさい。アジサイと花菖蒲が、このお寺にお寺では見えるそうです。
いいことありますように。一回おみくじ100円、お題は上部にある金色のお題入れに、これか、よし、失礼します。よし。ありがとうございました。いう感じですね。ちょっとなんか鐘鳴らそうと思ったらガサゴソってちょっと音したのでびっくりしましたけど、ちょっとなんか最近そういうのがね、どんどん増えてきて、神社とかお寺行ったらね、謎の音が聞こえたりね、いろいろまあなんかあるのかもしれないです。でもいい場所ですね、すごい。自然を感じられる、そんな場所。そして素晴らしいこの見事な鳥居があって、その先、まあ、その手前、綺麗な花が見えるという。ぜひ皆さん訪れていただきたいなっていう、場所でございます。というわけで、今日はありがとうございます。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。